吉田です。おはようございます。ありがとうございます。今日もありがたく、一日を迎えることができました。はい、ということで、行ってまいります。ではまた。はい、どうもプリティ吉田です。今金山に来ておりますが、みんなほぼ8割9割方マスクしていることで、愛知県内も、なんか岡崎かどっかどこだったかな、蒲郡かの方で、なんだコロナを撒き散らすとかなんとかって言って、そういったことがあったんで、みんなちょっと警戒して、マスクしているみたいなんですが、そうですね、しない人も知らない人も結構いるんですが、やっぱり、まあ、マスクするに越したことはないということで、そうですね、まあ病気になって、まあね、移ってからだと、まあ、しょうがないんで、まあ皆さんもちょっとそういうインフルエンザとコロナウイルスも気をつけて、予防、毎回言ってるように予防とか気をつけて、行ってください、ということで、今金山駅、のバス停で、撮影しています。では、ここ金山の享楽、今から帰るところです。ではまた。